うさぎ放送局アフタヌーンエクスプレス。鉄道動画コレクションサクッと編。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は茶屋町駅に到着発車をする115系普通列車岡山行きを撮影しました。というわけで今回は瀬戸大橋線の岡山行きですね。115系ですね。はい、115系の動画、まあね、定期的には出そうかなと思っているんですけれども、今回もね115系 D 編成かな。でまあ普通にね、小島方面から到着して、で岡山方面に発車していくということで、最初に冒頭ね出てたのは以前公開いたしました普通列車琴平行きですね。そして、中央に止まっていたのは、213系宇野行きですけれども、これも以前ね動画にしました。はい、ということで、この3列車の接続のね、様子は宇野行きの動画でちゃんと出してるかな。はい、で今回は115系の普通列車岡山行きのところだけをピックアップして、公開しているという感じです。茶屋町駅で撮影した動画はまだねもうちょっとあるんですけれども、115系ね、まあ言うて普通かな。はい、まあ、今回はそんな感じで単純なね到着と発車だけだったんですけれども、また茶屋町駅で撮影した動画ね、いろいろ出していこうかなと思っております。今回の動画ね、良かったなとね思っていただけましたら、ぜひ高評価グッドボタン押していただけると嬉しいです。まあでも今回はね、自分公開した私が言うのもなんなんですけど、まあ、普通すぎるかなっていうね気はします。タイトルもねひねることも難しかったんで、本当に単純なタイトルにしたんですけれど、はい、まあでも115系お好きな方でね、良かったなと思っていただけましたら、高評価ね、押していただけると嬉しいです。まあそんなにね、良くなかったなとね、思われましたら、まあ低評価でも構いません。はい。
評価よろしくお願いいたします。またチャンネル登録ねお済みでない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録していただいて、で他の動画もね見ていただけると嬉しいです。 115K の動画もねたくさん出しております。また最近新しいチャンネルもね作りましたので、新しいチャンネルのことは動画の説明欄の方にもね、書いておりますので、そちらの方もね見ていただいて、ぜひ新しいチャンネルの方も見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。